放送席、放送席、今日は投打のヒーローにお越しいただきました。まずは6回1失点の好投、今シーズン2勝目福谷投手、そして先制の第6号ソロホームランを放ちましたビシエド選手です。まずは福谷投手にお話を伺います。およそ1ヶ月ぶりの勝利、2勝目となりました。率直に今のお気持ち聞かせてください。もう率直に嬉しいです。交流戦前最後の試合となりました今日のマウンド、どんな思いでマウンドに上がりましたか？いや、もう今日5月23日、僕の母親の誕生日なんで、いやもう何としても勝ちたいと思って、投げました。今日の投球振り返って、今シーズン最多の8奪三振でもありました。今日の投球振り返ってください。そうですね、前回登板からボールの強さが出てきたので、少々荒れてもしっかり腕振って投げていくっていうのを心がけて、マウンド上がりました。立ち上がりから3者連続三振でした。立ち上がりはいかがでしたか？難しい立ち上がりだと思ってたんですけど、本当に伊織がしっかりリードしてくれたので良かったです。3回は1点を失いなおもピンチでした。そこで後続をしっかり抑えました。あのイニングを振り返ってください。もう1点2点は仕方ないとは思ってたんですけど、本当にしっかり腕振って、三振取れたりしたんで良かったです。今日は自らのバットでもタイムリーがありました。ご自身の投球にも勢いつきましたか？ずっとバッティングが調子いいんですよ、はい。まあ、これでピッチングも乗っていけたらいいなと思います、はい。そして今日は味方が早いイニングで先制3点を取ってくれたというのは、このあたりについてはいかがでしたか？そうですね、もう味方の攻撃もそうなんですけど、まずは自分でしっかりゲームを作るということは、やっていきたいなと思ってるんで、あんまりそこに気持ちは乗らずに、はい、しっかり投げたいなと思っていました。ナイスピッチング福谷選手でした。ありがとうございます。続いてビシエド選手です。2回の先頭バッターとして打席が回ってきました。どんな思いで打席に入りましたか？No, solamente está concentrado en el turno, ¿no? Sobre ese picheo ahí flojito sobre lo alto y pude hacer una buena conexión para conectar el jonrón。そうですね、とにかく集中してました。で、緩い高めの球が来たのでうまく打てました。いいホームランになったと思います。素晴らしい一発となりました。打った感触はいかがでしたか？Sí, no, le di bien a la bola, extendí bien los brazos y lo importante que salió jonrón, ahí pudimos empezar arriba en el marcador, ¿no? そうですね、腕が伸びてしっかりとボールを捉えました。先制できてとても自分も嬉しかったです。チームとしてなかなか先制できない試合が続いた中で、今日はビシエド選手の一発で先制点を取りました。これは今日の試合大きかったのではないでしょうか？No, sí, hoy un tremendo juego que jugamos hoy, ¿no? Yo creo que lo más importante ahí anotamos de primero y ya después vinieron todas las carreras. Yo creo que el equipo, ¿no? Yo creo que va mejorando poco a poco y nada, y eso es fundamental ahí, las primeras carreras esas que le hicimos a Fujitani y con el picheo que hizo, ¿no? そうですね、本当に今日はいい試合だったと思います。やはり先制点というのはとても大事だと思いますので、今日のように先制を取ってどん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 勝っていきたいと思ってます。そして今日の試合展開、次の1点がどちらに入るかで試合展開大きく変わる中で、7回貴重なセンターオーバーのタイムリーツーベースでした。あの打席についても振り返ってください。Ese turno ahí estaba concentrado para hacer una buena conexión, tratar la manera de traer la carrera y ya que los gigantes es un buen equipo, ¿no? Y yo creo que mientras más carrera podemos hacerle mejor y ahí bueno salió el batazo y traímos la carrera y más cómodo, ¿no? Pudimos jugar más cómodo.そうですね、集中してとにかくランナーがチャンスのセカンドにいたのでランナーを返そうと思って集中してました。いい打球が飛んで良かったと思いますし、ジャイアンツはすごく強いので何点あっても足りないと思いますので、いい追加点になったと思います。そしてビシエド選手、今日で4試合連続ヒット、そして今シーズン初の猛打賞となりました。打撃の調子も上がってきたのではないでしょうか？No, yo creo que sí, vamos mejorando. Gracias a Dios voy mejorando poco a poco, trabajando en mi swing y me voy sintiendo mejor en el cajón de bateo y espero seguir así la temporada para seguir ayudando al equipo, ¿no? そうですね、自分の感覚も良くなってきてますし、いいスイングができてます。どん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 打ってチームの勝利に貢献したいと思ってます。
それでは最後にお二人に締めていただきます。まずはビシエド選手から。あさってから交流戦が始まります。交流戦に向けて意気込みをお願いします。No, yo creo que seguir jugando fuerte, ¿no? La mentalidad de ganar, que es lo más fundamental. Y ahora que entramos al equipo, la semana que viene, ganar todos los juegos posibles y nada, echar para adelante, ¿no? Yo creo que el equipo poco a poco va a ir mejorando y nada, y tenemos ganas de ganar. とにかく来週からですね、とにかくチームが勝てるように、一つずつ勝てるように全力で頑張ります。そして最後、福谷投手。次回の登板に向けて意気込みをお願いします。はい、次回交流戦ということで、あまり対戦したことないバッターとの対戦も楽しみながらいい試合を届けられるように、全力で頑張りたいと思います。ありがとうございました。今日は投打のヒーロー福谷投手、ビシエド選手でした。放送席どうぞ。